自己分析ならマジキャリ、年間相談件数1万件の実績からあなたのキャリアプランを一から作ります。転職成功までコミット、転職するか迷っていても OK です。無料相談枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。詳しくは概要欄から。スキルがあると価値が高いって思って勘違いしてるんだけど、はい、成果が出せる人が価値が高いんだよね。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマは30代で市場価値がなくなる人の分かれ道について話していきたいと思います。お願いします。お願いします。今回のテーマを設定した背景なんですけど、30代って結構この転職の難易度とかって高くなってくると思うんですよね、うんうん、そこで今回は30代で転職に苦戦してしまう、市場価値がなくなってしまう人の分かれ道は何なのかっていうところを瀬永さんに解説してもらおうかなと思って今回の動画を撮りたいなと思いました。了解です。お願いします。そしたら早速質問なんですけど、30代の転職の特徴って改めて何なのか教えてもらえますか。20代のポテンシャル採用と異なって基本的には即戦力採用なんでね。なので経験やスキルが20代よりも重要になってくるっていうのが大前提ありますよね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ今の特徴を踏まえた上で、30代で市場価値がなくなってしまう分かれ道みたいなものって何個あると思いますか。大まかに言うと5個あるかなと思います。じゃあ早速1つ目を教えていただけますか。はいはい、一つ目は何か一つやりきった経験がないですね。転職の面接とかでもやりきった経験とかって、よく聞かれるかなと思うんですけど、うん、このやりきったかどうかってなんかこうどう判断すればいいんですか。自分の中で一つの専門性を獲得したっていう状況になってるかどうか、そういうことじゃないですか。何か自分がやってきた職務役割の中でこれなら負けないぞっていうくらい やりきったっていうテーマというか、そういう意味での専門性ですね。例えばですけど、僕はリクルートで法人営業やってたんです。そこで新規開拓をやりきったなと思ってるんですよ。実際に成果としても新規開拓をみたいなのもらいましたし、新規開拓おあそういう表彰テーマがあって音が下がっていたのがかっこ悪いテレアポの新規開拓っていうのって専門性かっていうと直感的にあんまり専門性っぽくなく思えるでしょう。でもテレアポを使った法人向けの新規開拓だったら誰にも負けませんって言い切れるわけ。でここが非常に重要になってくるし、これを専門性と今呼んでいますと。逆にやりきってないとなんかどうなっちゃうんですか。主に3つの症候群みたいなものに陥るなと思ってて、はい、1つは流行りの職種とかテクニカルスキルに飛びつきたくなっちゃう。なのでなんかこうジョブホッパー的にいろんな、今プログラマー流行ってるならプログラマー、ウェブマーケター流行ってるならそっちみたいな、そういう感じでなんかふわふわして表面的なテクニカルスキルだけ身につけちゃうってことが増えちゃう。2つ目としてはその仕事の奥行きとか醍醐味みたいなことを分からないままに、見切っちゃうみたいなことがありますね。その仕事の中でやりきったっていう経験がないままに経験年数だけ過ごしちゃうと、はい、見限っちゃうというか、でもやりきってるとその仕事の魅力を立体的に捉えたりとか腹落ちできるようになる。これは今後いろんな仕事をつくにしてもその体験を初期にしてるかしてないかで結構分かれ道なんです。なるほどですね、ありがとうございます。最後の症候群としてはやりきった時に発揮するスキルとかポータブルスキルみたいなのこの後話すけど、そういうものが生まれてくるんで、つまりやりきってない人って作業をこなしてるだけみたいな人もいる。でもやりきるとめちゃめちゃ創意工夫とかするわけ。そうすると経験値がたまって自分なりの必殺技を編み出してたりするんで、これがすごい武器になってる。それがないままに知らずに終わっちゃうっていうのはもったいない。なるほど、例えば面接でその成果を出すためにあなたはどのように工夫したんですかとか言われても、いや気合いで乗り切りましたみたいな抽象的なことしか言えなかったりする。だから選考も通過しづらい。なるほどですね。一つ目が、はい、何か一つやりきった経験がない、でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら二つ目教えていただけますか。二つ目としてはポータブルスキルが低いです。ありがとうございます。はい、さっきの一つ目にもちらっと出てきたと思うんですけど、そうですね、なんか改めてこのポータブルスキルってどういうスキルなんですか。僕はですね、そのテクニカルスキルとポータブルスキルを対比して説明することが多いんですが、テクニカルスキルっていうのは例えばウェブマーケットとか人事とか経理とか特定の職業職種に紐づいたスキルのことをテクニカルスキルと呼んでいます。で一方でポータブルスキルっていうのは特定の業務に紐づかない汎用的なスキル、どの業界職種であっても関係なく活用できるスキルのこと、極端なこと言えば社会人マナーみたいなこともそうでしょうし、論理的思考力とかそういったもののことをポータブルスキルと呼んでいます。
難しいのはこのポータブルスキルって業務をやってても身につかないですよね。あ、そうなんですか。テクニカルスキルは同じ業務を半年1年やってたらさすがに勝手に身につくじゃん。なんだけどポータブルスキルは自分で勉強したりとか実践しようとしないと身につかない。はいはいはい、うん、これがついてないと市場価値がなくなっちゃうっていう話なんですか。そうですね、今回言ってるポータブルスキルはその業務の生産性に寄与するようなポータブルスキルがあるかないかっていうのが重要だってことを言いたい。生産性に寄与するポータブルスキルって何かっていうと、はい、テレアポするとするじゃん。仮にこれまでは 1% の転換率でアポが取れてるとするじゃん、はい、これを 3% にできないかと、そういう発想自体がポータブルスキルってことになる。なるほど。逆にテクニカルスキルホルダーは何にも価値ないんだよね。テクニカルスキルを集めまくる人みたいな。そうそうそう、テレアポのスキルみたいな。これはもうやりきったから終わりとかって見限っちゃって、はい、じゃあ次ウェブマーケター、プログラマーとかって、はい、こういうテクニカルスキルを流行り物を集めまくっちゃうみたいな。だけどポータブルスキルは全然高まってない。あ、こういう人は30代超えて本当にしんどいよね。へえー、うん、なるほど。逆になんか20代の頃とかチヤホヤされそうですけどね、いろんなスキル身につけてる。そうだね、20代の人にとって有利なのがウェブマーケティングとか、はいはいはい、プログラマーとかはどやれたりするわけじゃん、はい、例えばフリーランスの人とかがさ、よくリスティングの広告運用代行で独立しちゃうみたいな話あるけど、はい、結構出戻りで正社員市場に戻ってきちゃったら多いんだよ。そうなんですね。テクニカルスキルだけで稼げると思って独立しちゃうから継続的に仕事を取り続けることが難しいってなっちゃう。なるほど、はい、ありがとうございます。3つ目はお願いできますか。はい、3つ目は未経験転職を繰り返すです。大前提なんですけど、未経験転職がダメっていうことを言いたいわけじゃなくて、はいはいはい、例えば今まで話してきた1番目と2番目、何か1つやりきった経験とポータブルスキルが高い状態であえて意図的に未経験のところに飛び込むっていうのはあり。ただその1と2がない中で未経験なことばっかりをチャレンジしようとしちゃうみたいなことはやけどしちゃうよ。なんでこれダメなんですか。企業からすると何の一貫性脈絡もないようなテクニカルスキルホルダーに見えちゃうから、はいはいはい、正直その職業人としてのリテラシーが全然高まってないんだろうなっていうふうに評価されちゃうよね、まあ、いわゆるなんかこうオペレーターなんだなみたいな、そのテクニカルスキルを処理することはできるんだけどそれ以上でもそれ以下でもないんだなっていうふうな評価になっちゃう。だから何でも屋みたいになっちゃう。例えば食べ物屋さんに例えると、はい、何でも屋だからフードコートみたいな存在、フードコートしかなければ選ばれるかもしれないけど、はい、じゃあ隣にこの道一筋のラーメン屋ができたら、はい、ラーメン食べた人絶対そっち選ぶよねっていう話であって、うん、多くの人はスキルがあると価値が高いって思って勘違いしてるんだけど、はい、成果が出せる人が価値が高いんで、はいはい、この主従関係は分かってない。あ、なるほど、うん、ありがとうございます、はい、それでは4つ目教えていただけますか、はい、4つ目はマネジメント経験がないです。あ、うん、ありがとうございます、はい、テルカさんよくマネジメント経験は身につけといた方がいいよって動画内で言ってると思うんですけど、はい、そんなに重要なんですか、やっぱりマネジメント経験って。30代以降になるとマネジメント経験が問われる求人が一気に増加する。まああった方が選べる求人の幅広がるよねって話。なんで企業は30代にマネジメント経験を求めるんですか。企業からしても年齢相応な給与を払わなきゃいけないっていうプレッシャーは正直あるわけ。例えばその人のライフステージが変わったりとか、はい、まあ、要は結婚して子供ができて定期がどんどん高くなっていく、はい、でその年齢相応の給与を支払わなきゃいけないってなるんだけど、20代で給与の安い A 君と、はい、30代でちょっと給与高くなってる B 君で、はい、同じパフォーマンスだったら B 君の方が同じ成果でも利益は減ってる、はい、人件費は高いと、はい、ってなるとプレイヤーの20代の A 君とは違う差別化した価値を出してほしい。うん、あとはマネージメントっていうのはどういうことかっていうと、後輩やプレイヤーを育ててほしいってことが1個あるよね。つまり自分がもうパフォーマンスは自分で1人で自走してアウトプット出せると、プレイヤーとしては、はい、じゃあその後輩を育ててほしいと、それって1つ価値があるでしょ、はい、うん、っていうのが1個と、もう1つはチームをマネージメントして戦略を描いたりして、はい、みんなをモチベーション上げてチームとしての成果を最大化してほしい。これってプレイヤーと圧倒的に違うじゃん。うん、そもそも価値が大きくなると。あ、なるほどですね、うん、ありがとうございます、はい、なんか今聞いてて思ったんですけど、うん、その役職者もいろいろあるじゃないですか、うん、どこまでいったら市場価値が高いマネジメント経験って言えるものなんですか。だいたい3つのポジションがあると思ってて、はい、で1つは係長ないしは横文字で言うとリーダーで、2つ目は課長ないしは横文字で言うとマネージャーで、3つ目は部長横文字で言うと、まあ、ダイレクター、ディレクターとか言ってですね、まあ3つのこのポジションが多いんだ。あ、そうなんですね。なんかどこぐらいは経験しておいた方がいいんですか、30代って。まあできればマネージャーなんだけれど、まあ、決してリーダークラスでもダメだとは言わないから。なるほど、ありがとうございます、はい、そしたら最後の5つ目をお願いできますか。はい、5つ目はずっと一社に居続けるんです。一社に居続けるのはダメなんですか。
ダメというわけではないんですけれども古い体質の大企業だったりとか地方のオーナー企業みたいな、まあ、そういうところで、はい、まあ、ずっといるとゆで返りになっちゃうみたいな。ただ逆にスピード感のある会社にベンチャーとかそういうところにいると、まあ、別にそんなことはないかなとは思います。大企業とかの場合は、うん、まあ、会社内価値ばっかり高まっちゃうから、まあ、外に出た時に通用しない市場価値が高まってない状態になっちゃうみたいなことですか。そうですね、まあ、その大企業は全部ダメってわけではないんだけれども、まあ、古い体質の会社だとそもそも仕事の進め方とか基準スピード感みたいなことが遅かったりしたりとか、まあ、社内調整みたいな業務ばっかりで、はい、スキルが高まってないみたいなことがある割に給与は高いみたいな、30代以降になって年収を維持してでの転職が難しくなっちゃうってことで、あ、一方でこの市場価値ばかりを考えていても逆に損する人っていうのも結構意外と多いなと思ってて、意外とみんななんかアーダコーダー理由つけて辞めてって、はい、残った人が重宝されて出世していって価値としてはすごく高まってるってケースも結構俺の友人とかでもいるんで、ね、あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。30代で市場価値がなくなる人の分かれ道、はい、5つ解説いただいたと思うんですけど、はい、逆にもうすでになんか30代で市場価値が低くなってしまった人のなんかこう逆転方法みたいなのって何かないんですか。さっき話してきたように、まあ、1番目と2番目がポイントで、はい、何か一つやりきるってことと、はい、まあ、ポータブルスキルを高めるっていうこの2つがまあ重要かなと思う。まあ、あとは5番目に話したこととも通ずるけど、今の会社との関係性を見直してみるっていうのもありかなと思ってて、はい、ある種人間関係と同じで、あいつはこういうやつだっていうふうに思い込むとその人とこう仲良くしたりとかランチに誘うみたいなことは絶対ないわけじゃん。まあ確かに。じゃあ自分からこの会社との関係性を良くしてみようっていうスタンスになると意外といいじゃんっていうなる可能性もあるよね。まあ、確かに今の話聞いてて思ったんですけど、はい、30代の転職はまあその年齢とともにまあ難易度が上がるっていう事実はあると思うんですけど、ただ今が一番若いっていうのは事実としては変わらないので、そうですね、なんかこう他の逃げ道に逃げる転職をするって考えるよりも意外とこういう自分のキャリアとか今の会社に向き合ってみるっていうのが大切なのかもしれないですね。そうですね。ただ一人で向き合うのが難しい方は、まあ、第三者のプロに相談してみるのもありかなと思いますね。なるほど。第三者のプロ転職エージェントみたいな。そうですね、マジキャリとかですね。マジキャリって何ですか。マジキャリというのは弊社アクシスが提供している個人向けキャリアコーチングサービスでして、まあ、個人の方からお金をいただいて、まあ、フルパッケージでキャリア転職支援をするというようなサービスになっています。自己分析として自分がどういうようなキャリアプランを描いていくべきかとか、20代ってとにかくがむしゃらに働いて自分の価値を高めようみたいな人って結構多いと思うんですが、なんかやるべきことやってきたんだよな、その次どうしようかなって迷うタイミングだと思うんですよ。でそういう場合って一般論ではなく個別論としてその人ならではのキャリアプランを考える必要があると思ってて、まあ、そういった自己分析をしっかりして言語化するところからお手伝いをしますし、じゃあそれに合ったキャリアプラン とか、求人って何なのかっていうのもセカンドオピニオンとしてですね、一緒に選定を手伝わせていただいたり、選考対策、内定対策までフルパッケージで提供しているような感じになります。今無料相談実施中なんですよね。そうですね、概要欄にですねマジキャリの URL を貼っていますので、そちらをクリックしてぜひご覧になっていただきたいんですが、初回60分に限りなんですが無料面談を提供しています。月内には数に限りがあるのでお早めにお申し込みください。あとはですね、まあ、転職の基本の規模よくわからないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、こちらも概要欄にですね公式 LINE の URL を貼ってますので、今友達登録をお願いします。 LINE 登録いただいた方限定のですね転職の基本コンテンツですとか、あとは無料の市場価値診断をご提供してますので、ぜひお友達登録をよろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。今回はですね30代で市場価値がなくなる人の分かれ道というテーマでお送りしてきたんですが、この動画が少しでもいいと思った方は高評価とですねチャンネル登録をぜひお願いします。今後もですね、まあ、キャリア転職の役に立つようなコンテンツをお送りしていきたいと思いますので、コメント欄にですねぜひこんなテーマやってほしいってことがあればコメントをください。こちらを参考に動画をお送りしていきますので、ぜひコメントをよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。